さあ今日はですね、まさかこんなスペシャルなゲストがねえ来てくれるとは。私ね、同い年、お同い年です、ね、天才芸人熊田正史さんです。ふう、どうも熊田正史です。ふう、オッケー、よろしくお願いいたします。お願いいたします。もうたけし、ひとし、まさしです。最後は全部親繋がりで、はい、ありがとうございます。プリティウーマンをずっとただただ見ている人生っていう話を聞いて、熊田正史フィルターでプリティウーマンを見せてもらいたいなっていう、はい、なるほど。僕の生活がこのコロナ禍によって全てが変わったという、大先生の番組ですから僕何でも話していいと思ってますけど、僕はコロナうつと診断されました。僕だけじゃなくて、もう皆さんもそうですけど、いつ誰がうつ病になるかなんか、でも今日マジでこんなことなると思わなかったけど、これ見てほんまに勇気もらってる人いっぱいいると思いますよ。今日ですね、こうやって来ていただいたのは他でもない、はい、うちの甥っ子がね、はい、政治の息子、うん、もう18歳なんですけど、お、はい、ユウって言うんですけど、ユウ、はいはい、がうちの家遊びに来た時に、はい、来るやいないや、熊田正史おもろいなって言ったの、はい、うちの甥っ子が、はい、あんまりそういうことはあんまり言うやつちゃうねんけど、はい、これ何それ、どうした、何見たって言ったら、はい、いや、でもネットニュースを見たと、はい、ね、はい、ほんなら俺全然それ知らなかったけど、はい、熊田正史さんって、はい、映画を一本しか見たことないと、はい、人生で、はい、それがプリティウーマンやほんでそのプリティウーマン一本しか見たことないのを2000回見てるで、何やそれって言ったら、いや、レンタルビデオとかで、それこそもう芸のためいろいろ知っとかなあかんって言うんで、例えば3本レンタルビデオで借りても、結局3本のうち1本はプリティウーマンを借りてしまうと。でプリティウーマンをまず見て、結局時間がなくて日本見ずに返却みたいなことがずーっともう何十年続いて、結果プリティウーマンをずーっとただただ見ている人生っていう話を聞いて、はいはい、マジかそれって言って、はい、俺まあまあそこそこ、まあ、人並みに映画見てると思うんですけど、はい、俺プリティウーマン見てないんですよ。あら、それならもう今後見る機会はないやろうから、もうそれなら熊田正史フィルターでプリティウーマンを見せてもらいたいなっていう。あー、なるほど。いやー、待ってください。今お話聞きましたけど、はい、ユウ先生がこうやって言ってました。18歳の若造クソガキなんで。とんでもございません。お一個様でございますよね。いやいやいや、はい、あなた、みんなのこと先生、先生、やめなさい。大先生、熊田大先生。僕が大先生、僕が大先生だったら先生は大統領でございます。上に行こうとすなよ。ありがとうございます。いや、でもそれでもう、話を、はい、話していただきましたけれども、はい、今聞いた半分は当たってますし、半分はちょっと外れてる部分もあります。はい、じゃあ事実からまずいいですか。はい、事実から言いますと、はいはい、プリティウーマンしか見てないっていうのは事実ではないです。他のもやっぱ多少なのか、いっぱい見てる。正直言いますと、本当多分他の世間一般の方と比べたらすごい多少だと思います。あ、少なめ。少なめです。少なめだと思いますけど、もう大体、そうですね、もう数えられる10本15本ぐらいしか映画はでも俺と同い年で10本って15本ってちょっと少なすぎますよ。まあでも何ていうんですかね、そうかもしれないですけど、見てる量がやっぱり多いと言いますか。え、ちょっとその10本まず上げてもらっていいですか。10本ですか。はい、待ってください。先ほど言ったプリティーウーマン、はい、でプリティーウーマン次ボディーガードボディーガードでアポロ13、おお、はい、あとスピード、はあ、はい、キアヌ・リーブスの、そっちのああいう系統も、ドハリウッドのドハリウッド、タイタニック、タイタニックを見ました。はい、はい、ですね、そういう感じや。はい、そうですね。アルマゲドン、アルマゲドンは見てないです。見てない、見てない。あ、そうか、あんまり女性が絡んでけんからな。もっとがっつり絡んでくる。待ってか、バックトゥザフューチャーは見ました。見た、見ました。
自分ちょっとあのお仕事で、はい、あのハリウッドスターさんとちょっと仕事をさせていただくことが何度かあったんですよ、はいはい、その時にまあちょっと勉強も兼ねてっていうので、はい、見たとかっていうのはあるんですけれども、でもまあほぼほぼ、はい、まあ、10本として、はい、それを何回も見るんですか。そうです、でも本当に、先ほど言ったプリティウーマン、はい、ゆう先生が言ってたら2000回って言いましたけど、はい、僕大体で数えたんですよ、はいはい、大体でもう見始めたのが約25年前から3世紀前、はい、ぐらいから見始めた、大体多分600、700回、はい、それでもちゃんと数えたら大体そうだ、1年に大体20回、30回ぐらい見てるプリティウマプリティウマを、はい、まあ自分がいつも借りるのは3本なんですけど、おうおう、プリティウーマン、そしてコメディ、そして新作っていうふうにいつも大体借りるパターンなんですけど、で先ほど言われたようにプリティウーマンだけどうしても見て、次の日も見て、そしてまあ次の日も見て終わっちゃうっていう、はい、あれ誰が出てるんですか。主演はリチャード・ギアという人と、あとジュリア・ロバーツという、ジュリア・ロバーツ、はい、はい、女優さんが出てる、もう簡単に言えばもう本当にラブ、はいはい、ラブの、はい、ストーリー。でも普通ね、ジュリア・ロバーツそれだけ見て、はい、それだけ好きなら他のジュリア・ロバーツの映画をこう探っていったりとか、はい、リチャード・ギアのいろいろ過去とか、はいはい、新作とか、もっと言うとその監督、はい、こんなに好きなプリティウーマンを作った監督の他の作品とかっていうふうにはならない、はい、はっきり言っていいですか、監督が誰だか分かんないです。うわすごい、監督が誰だのか未だに分かんないです。多分その先ほど言ったボディーガードとか、はいはい、そういうアポロ13とかも、はい、多分400回500回見てるんですよ。え、そっちも、そっちも見てます、うん、ただもう圧倒的にプリティウーマンが多いっていう、それは回数、見た回数が多いのと好きがもしかしたら比例するか分からへんから、はい、一応聞いておきますけど、はい、あなた熊田正史さん、はい、この世で一番好きな映画何ですか、はい、一番好きな映画ですか、はい、迷うのプリティウーマンちゃうの、いやもう正直、うん、もう600回700回、うん、もう見てますから、うん、もう笑いもしないですし、はい、感動もしないですし、もう感情が正直ない、ない、もう全く無味無臭だよ、無味無臭で普通に見てるっていう、いろいろ芸人ってもう鬼人ぞろいね、はい、ですけど、はい、そんなのでも結構トップクラスじゃん、あなた、お鬼人やられてるじゃないそんなことはございませんよいや、この衣装でもう何年でしたっけ、はい、25年目です、25年、はい、ずっと、もう寸分狂わずずっと同じことを、あれだけ同じテンションで、今日の熊田さんテンション低いなとか今日は高いなって一切ないでしょ、もうそのままずっとやり続けられるって、やっぱりこの人間味のなさ鬼人なんですよ、キテレツなんですよ、だからもうほんまプロフェッショナルマシーンというか、でそのルーティンの中に多分そのプリティウーマンも組み込まれてるんじゃないですか、もしかしたらプリティウーマンが入ってるのかもしれないです、そのもう自分の中に、ね、やっぱ変わってるのかもしれませんけれども、読む漫画も一緒なんですよ、絶対一緒だ一緒です、ちなみに何ですか、北斗の拳、たーちゃん巻き場をまろやかになっていくなぁこれはもしかしたらプリティウーマンよりも長いかもしれないです、うもう毎日僕はあの夜寝る前に漫画を見て寝るっていうのがもう日課になってるんですけれども、毎日それな、その3種類のうちのどれかを、何週ぐらいしてるんですか、めちゃくちゃ読んでる人生で過去最高も何回も読み直したなっていうのが明日のジョーで、多分14回ぐらいと思う、小学4年ぐらいからで14回なんか3ヶ月で終わるそれくらい、もう巻き場王だ、北斗の拳だなんだ、もう本当にそれ言ったらもう何千回と、うわーそうなんや、まあ、牙を角丸先生にこんなこと言うのはあれですけれども、楽しいと思ってないんですよ本当に申し訳ない、どういうこと、もう何千回
回も見てるわけですから、まあ、それこそまだ味がしないしないですか、風味も渋いですねもうなんていうか、先ほど言ったそのネタもそう、衣装もこれ、うん、あと言えば僕、冬服、夏服も一緒なんですよ。はぁ、なんかただジョブスに見えてきますじゃあ一番仲のいい芸人というか、先輩なのか後輩なのか同期なのかみたいな、いるんですか？これを先生に言ったら怒られるかもしれないですけど、本当に怒らないでくださいね、はい、僕芸人付き合い大嫌いですそれですから、この芸人25年ですけれども、プライベートで誰かとご飯っていうのは一回もないです。うわーすごい。なぜそうなったかっていうと、それこそもう僕にはもう大関係のあるあの方ですけれども、元空手家のリリー君、あれを見てもう付き合いはダメだと、あの人には勝てないと。あ、そういう意味で、そういう意味でも付き合いはしなくなったら、もう自然ともう、はい、もう付き合いをしないしないしない、もう嫌いっていう風になって、はい、もうしなくなったというか、だからもうみんなとは仲良くさせていただいてますけれども、はい、もう本当にもうプライベートでってなると誰もいないです。身近にちょっとそっちのすごいやつがいすぎて、もういすぎて、もう本当に、はい、もうこの人には勝てないってなったので、もうやめようと、はい、そうですね。そうなんや。ですから、そうす、変わってるってよく言われますけれども、僕には分からない。自分ではね、分からないです。はい、そうですね。ちょっと今日は見せていただいていいですか？ちょっとそれがでございますよ、例えばなんていうんですかね、あの家電芸人さんとか、はいはいはい、ドラえもん芸人さんとかって、もう本当にいろんな知識とか、ここでの場面でこのセリフがどうのこうのとかって、いろいろもう全部が頭に入ってるじゃないですか、はいはい、僕もう無味無臭なんで、はい、何も入ってないんですよいや、違いますよ。でも毎回見るたびに、はい、うわ見逃してたけど、この後ろでこんなやり取りがあったんかとか、はい、あ、伏線ここで、はい、このセリフがあったから後々聞いてくんねやとか、はい、それをが気づいたのはもう19年前、20年前にはもう気づいちゃってるので、もうそれがずーっとも続いちゃってるので、もう今はもう普通にただもう流してるだけ、流れてるだけ、プロデューマーがただただ流れている、流れてるだけっていう。でも見るんですか？見ちゃいます。目的何なんですよでも初めの目的はもうはっきりとした目的はあったんですよ。何ですか？僕の、もう二十何年前ですけど、自分の好きだった女の子がプリティウーマン好きだったんですよ。はあ、はあ、はあ、はい、でその話を合わせるためにっていうので見始めたのがきっかけで、見るうちにもう単純にもう何ていうんですかね、まあ内容もまあいいなと思ったんでしょうけれども、あの中のリチャード・ギアのかっこよさにちょっと惹かれてしまったっていう。はい、今これキンキンにプリティウーマン見たのはいつですか？あ、それは、1年6ヶ月前です。あ、リアルにそれぐらい。もう単純にこれがちょっと本当自分でもあれっておかしいなと思ったんですけど、コロナ禍になってから一回も見なくなってしまったんですよ。やっぱほらちょっとちゃうから、はい、普段の生活じゃなくなったから、はい、そうかもしれないです、はい、もう全てをもうちょっと話それちゃってもよろしいですか？プリティウーマンだけではなく、僕の生活がこのコロナ禍によって全てが変わったという。ちょっと、はい、ここでこういうカメラの前で喋っていい話か分からないけど、はい、ちょっと噂で、はい、熊田先生がちょっと、はい、心的に病んではるんちゃうかみたいな、はい、あ、もうそれはもう大先生の番組ですから、僕何でも話していいと思ってますけど、はい、僕はコロナうつと診断されました。そうなんですね。そうなんです、はい、それ聞きました。それぐらい、あの楽屋でも誰に対してもいつも明るい熊田正史さんが、だから、はい、本もさっき言ったずーっと同じテンションで25年やってきたのが、はい、急にちょっと温度が変わったっていう、はい、ドドーンって、はい、落ちましたね。全てのやる気がなくなったっていう、うん、はい、感染したわけじゃないでしょ？感染はしてないです。はい、はい、明らかにその舞台が減るし、減るし営業も減るし、減るし、はい、そうですね。いや、これもう本当今日はもう包み隠さず全部話していいですか？はいはいはい、もう本当お恥ずかしい話ですけれども、はいはい、本当に私の大体の、月のお給料が平均コロナ前は約200万だったんですよ。
200万ぐらいもそれがコロナ禍になって僕の平均が月給が4万になったんですよ。はあ、家族、奥さんと、はあ、娘1人、はあ、それがずっと続いたので、うん、あ、これはまずい、どうしよう、不安だっていうのがぐーってきてコロナうつになってしまったのかもしれないです。症状としては、はい、まあ、自分で把握できるできない部分もあると思いますけど、はい、例えばどういう症状ですか。まず僕が一番びっくりしたのは、自分の今この位置から先生のその位置まで歩くのに1分です。もう歩けないんです。もうゆっくりしか、はい、それこそヒステリー級って聞いた時あります。ヒステリー級、ヒステリー級っていうのは、うん、喉にずっと玉が何かがある感覚なんですよ、うん、それもそのうつの症状で、はい、とにかく何かが引っかかってる。何も引っかかっていないのに、いないのに何かが引っかかってるとか、はあ、あとムズムズ足症候群、ずっとくすぐったりです、は足がっていうのも、はあ、もういろんな症状がうわーバカーンって出まして、はあ、そうですね、ちょうどもう1年ぐらい前にそういう症状が出たんですけど、はあ、もう本当になんだこの病気はって思うぐらい、はあ、辛かったので、そうなんだ、はあ、でそれだったのでもう全部体の検査を押したんですけれども、まあ、全部異常なく健康体っていうか、やっぱりストレスというか気持ちから来てるもんなんですね。いや気持ちからってこんなにすごいのかっていう。で今戻ったんですけど、体重も、12キロ痩せて、12キロ、はい、あ、何にも食べれなくなっちゃってっていうのがありまして、そ、はあ、それぐらい。でももうだいぶ回復というか、細かいこと言うと睡眠薬はまだ飲んでます。はい、あ、毎日飲んでます、はい、そうですね、はい、体がおかしくなってすぐ病院に行ったんですけど、その病院の先生に言われてるのは治らないよと、コロナが収まったら治るからっていうふうに言われてるので、はい、まあもうじゃあそれを信じようという感じで、はい、まあね、いっぱいそういうと言ってあると思うけど、主戦場が対お客さんがまず一番やから、そうですね、はい、そこをあかんって言われた人ってね、我々でもあるのに、はい、もうこっから落ちる寸前まで行って、もうこれ自分で、あ、もうこれじゃダメだと思ってちょっと変えられたと言いますか、おうおう、はい、もう本当にもうバイト代いらないよって言って、もうただただあのお皿洗いのアルバイトさせてもらったりとか、もうそういう何かを やるっていうことが、まあ、健康につながると思って、はい、してもう本当いろいろ、あ、じゃあそれは自分で一歩踏み出して、そうです、はい、なんかやったら、はい、こうなんか光が見えてくるんじゃないかってことでも思って、はあ、すごいな、そうですね、はあ、でも今日マジでこんなことなると思わなかったけど、うん、これ見てほんまに勇気もらってる人、うわ、いっぱいであると思いますよ、うん、そうですか、ね、まあでもそして僕もそれこそ本当そこまで歩くのに1分、本当に体の症状がガクンってきましたけれども、はい、もう本当に自分でこれじゃいかんと思って動き出したのが良かったかなって、はい、そうですね、そうなんや、これもう本当それはもう僕だけじゃなく、はい、もう皆さんもそうですけど、はい、いつ誰がうつ病になるかなんか、はい、まさか自分がうつ病になるなんて、まあ一番言うたらもう一見一番真逆、一番遠いところにいる感じやもんね、かもしれないですね、はあ、まさかだったから、はあ、そっちの方がこの、ね、逆に近いというか、はあ、その分勢いついてまうみたいな、はあ、ただその時もそうですから、もう本当にもうなんですかね、本当だったらそういう時にプリティーウーマンとかを見た方が良かったんでしょうけど、本当その時毎日見てたのは、うつ病とはとはとか、そういうのばっかり、そっちばっかり見ちゃいました、はあ、はあ、だからそうか、それだけ見てない、だからプリティウーマンを見れることが日常で、日常でいかに日常じゃなかったかっていう、そうです、はあ、コロナ禍の前までは、365日のうち約350日は夜のドライブに行ってたんですよ、うん、目的ないんでしょ、目的もただドライブだけです、はい、運転がめちゃくちゃ好きなんでしょ、まあ、運転ただただ、はい、運転するっていうのが、なんかコロナ禍になってドライブは行ってないです、ね、行ってないです、ちょっと夜中のドライブでもうどうしてもここに行けたらいいっていう、先生はもしかしたら行った時あるかもしれないですけれども、先生、牛久大仏って行った時あります、牛久大仏俺行っ
で俺テレビあの自分の番組とかで紹介何回かしたことあるから行ったような気になってるだけで、はい、多分生では見てないかも先生、はい、ダメでございますダメでございます先生もっと言えば真夜中の牛久大仏ね行ってください、もう本当にやっぱり人間ですから不安、怒り、悲しみ、苦しみいろいろあると思いますけど全部が吹き飛びますあそうですかそれぐらいなんで吹き飛ぶか、はい、それぐらい近くで真夜中に見る牛久大仏は怖いです怖いですほんとにっていうその怖さが吹き飛ばしてくれる全部がもうはうわ怖いっていう、はあ、結構浴びた牛久大仏、はあ、夜中1時とかですか1時2時に1時2時、はあ、それいいですねそれはちょっと行ってちょっと行きます今度今の中で車中でずっと腹立つこととか、はあ、今抱えてる悩みとか、はあ、全部こう吐露しながら行って、はあはあ、最後、うん、ね月明かりに照らされる牛久大仏に、はい吹っ飛ばしてもらうっていう、はい、あとこれどっちがあの何ですか難しいんですか難易度高いのはプリティウーマンに手を伸ばすのか、はい、夜中牛久大仏行くのかこれガチで言っていいですか、はい、お恥ずかしい話ですけど、はい、それは牛久大仏の方が難しいんですああそうなんや、なんでかっていうと先生あそこ行くまでの高速代がかかっちゃうので高速代がかかるとかそういう経済的なものでちょっとあれですけどあじゃあまだ1年半ぐらい行けてないんですか行けてないですああまだなんていうんですかねプリティーウーマンだ、うん、夜のドライブだ、うん、っていうのを言ってもこう気持ちが上がらなかったらどうしようっていう怖さもあってそうなんやちょっとまだ見れない怖いまだ怖いです、はい、だからもうプリティーウーマン見れたらもしかしたら治るとか完全復活、はい、かもしれないです、そうですねなのでまた話そらしますけど、はい、そういうのもいろいろあって見てない時もあったので、はい、より一層内容を覚えてないです全然違って本当覚えてないですそうやねさっきも言ってたように映画に出会った方と仕事するときはもちろんあその話も出るかもなって見るっていうのも真面目な熊田先生それがまあ今日こうやってプリティウーマン俺見たことないから見せてなっていう企画意図は多分伝わってると思うけどそれでも見てきてないってことはやっぱりそれだけまだこう本調子じゃないというかそうこれがリアルだよ。うわ、本当そう、本当はもうどうもう見ようか見まいか本当にもう迷ったんです。ただ怖い、まあ。それはもう全然。怖い。いつかじゃあ、はい、いつか、はい、俺に、はい、プリティウーマン見せてください。そういつかもういつか。ほんまに。ほんでいろいろこう事細かに、はい、私こういう映画なんですよっていうのを聞きたいですね。